皆さんこんにちは。沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。私の周り、新年度ダンパチ、髪を切ってる人が多くて、なんだかとっても爽やかな感じなんですが、あの子供たちもですね、男の子はもう綺麗な丸坊主で、女の子もこう前髪パッツンのね髪型見てると、あ、可愛いな、新年度だなという清々しい気持ちになりますね。沖縄羅針盤も11年目に突入いたしました。今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は番組パーソナリティの私富田恵とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりです。ということで、今回は早速ラウンジでお話をスタートさせたいと思います。番組も11年目に突入ということで、改めてちょっと照れますがお互いを紹介してみたいと思います。まず島田さんの方から、島田克也さんは1961年生まれ、沖縄市の出身、沖縄大学地域研究所特別研究員で、メディアや PR に関する実践的な教育を提供し、学生の主体性を引き出すアクティブラーニングに取り組んでいます。では島田さんに私を紹介してもらいましょう。富田恵さん、はい、私は二十数年前から存じ上げております。1973年生まれ、はい、復帰っ子だけども、その早生まれ復帰っ子ですね、はい、八重瀬町の出身、旧コチンダです、舞台演出家であり琉球芸能大使館代表、これは会社ですよね。そうですね、はい、琉球芸能を軸に創作する作品を国内外で公演する一方、近年は地域住民との創作活動にも力を入れています。これはあの村民劇、そうですね、町民劇、はい、町民劇とか市民劇とかですね、舞台芸術を通して沖縄を世界につなぐ活動を続けています。はい、なんかこう、はい、改めまして島田さん、よろしくお願いします。11年目になるんですね。11年目になりましたね。始めた頃に、まあ、10年は頑張って続けようというお話をしてましたが、11年目に突入しました。あの富田さんの活動がこの10年で、はい、やっぱりあの10年前お話だけだったものが本当に世界に飛び出していく形になってきましたね。実感しますでしょ。そうですね。あ、なんか一つ思うことは、あの10年前からやっぱり私うろうろとかホロホロしてるのが好きだったので、まあ、あの世界であの公演をするっていうこと、沖縄をあの沖縄の芸能世界にっていうのはずっと常々思ってたことなので、割とね勝手にやってたことが多いんですよ。勝手に自分たちが好きだからとか、自分たちがやりたいからとかって言ってやっていたことが、あの少し公の、うん、公式というか ね、 うですね、あの県の推奨するとかね、はい、県がバックアップしてのものとか、国がバックアップしてのものとか、ということにつながってきたかなという10年だったような気がします。そういう応援もあのぜひという期待も高まったので、はい、会社組織にもして、はい、継続的に力強くやろうという、いや、なんでそんな笑う。でもそこはね、そのいやいや、なんかあのやっぱり、まあ、基本はやっぱりね、いい舞台を作ってたくさんのお客様に届けたいっていうのが基本のところなので、まあ、いわゆる経営者としては本当にひよっこのピヨピヨっていう感じで、そこはもうあの、まあ、島田さんをはじめいろんなこうブレーンの皆様がいらっしゃるので、すみません、これ教えてください、ちょっとこれ助けてくださいみたいな感じで教えていただきながらやってるところなので、あんまりねそこはね褒められたところじゃないんですけど、いや、はい、あの強力な女性経営者リーダーになろうというふうな像を持ってるわけじゃないですね。ないですね、はい、なんとかかんとかやってるという感じですね、はい、島田さんは、まあ、あの、はい、私もこの10年でいうと、ある先輩に、はい、恩師に言われて、島田もあのずっとサラリーマンしていたら煮詰まってくるだろうと、そういう時は大学院に行きなさいと言われて、はい、まあ9年前なのかな、大学院に通って、
なんとか、論文も通って学位をいただき、はい、あ、それがそうですよね、この番組始まってからスタートしたことでしたね。この10年の話です、はいはい、そしてあの沖縄大学からこういうその科目をと始めたのがメディアとマーケティングと、はい、まあ、この分野でずっとやってきましたから、サラリーマン時代もたくさんあれですよね、卒業生が実際にいろんな分野で羽ばたいてますよね。ちょっと僕やっぱ卒業生は自慢話始めると結構まあメディアに就職した子もいますし、それから、航空業界、観光業界、それからなぜかお笑い業界、はい、やっぱ主体性、僕はアクティブラーニングと、はい、アクティブラーニングですね。ずっとこの 10年というか、はい、やっぱ学生たちの主体性をどれだけ引き出せるかが大人の、まあ、僕なんかはそういう役割だと思っていて、うん、活動の場、あの社会に出る前にあの思いっきり 社会にこうちょっかい出して、うん、楽しんでもらおうと、はい、学生生活も思いっきりやってということの背中を押す役割だと思ってたんだけども、まあ、よくメディアが取り上げてくれるんですよ。そうですね、実際にこう、まあ、あの思いとその、まあ、実現するその具体性みたいなことがちゃんとこうマッチして、あの社会と関わる、まあ、メディア研究会みたいなの感じになってますよね。ああ、これは大人の役割だと別目言い続けてるんですけども、うん、あの社会の広報マンを養成しようと思ってましてね、このメディアのことを分かって情報を伝えるコミュニケーションという部分を買って伝える力みたいなことを養って送り出したいなと思ってるんです。これはあの沖縄のどの業界でも必要なことですもんね。それはあの観光業界とかに限らず、あの全てのものづくりの分野においても、うん、じゃあいいものを沖縄で作ったと、じゃあこの良さを一体どこで誰に知ってもらうのかっていうのは、こういうメディアを利用する力とか広報の、まあ、スキルを上げていくっていうのは大事ですよね。分かりやすく言うとうちなんちゅう口下手さねこれせっかくこんなことやってきたのにちゃんと伝えてないということが多い、まあ、広報マンの役割は僕はそうだと思う、うん、これは 業種ということをおっしゃったけども、民間企業もそうだし、はい、役所もそうだし、うん、それこ その舞台だとか、うん、芸術作品もそうでしょ、はい、そうですね、その時に、はい、広報とかメディアを知ってる戦略が立てられる人材欲しいですよ。ですよね。またあの沖縄県という、ね、大きな枠組みでも、うん、今沖縄こういうことを思ってて、こんなことをしたくて、こんな問題があってっていうのを、うん、どうやってこう外の世界にあの真実の姿を伝えていくのかって、うん、とっても大事なことですよね。尾長知事は、はい、なぜ伝わらないんだろうなというふうに思っておられると思いますよね。そういうことですよね、はい、沖縄が考えていることがどう伝える、うん、まあ、あのそこまで大きくは学生のうちはなかなかできないけども、うん、でもその力を今沖縄がそれぞれが蓄えていくっていうことは、その中でもあの、まあ、専門性、あの広報の専門性を持った人材が育っていくっていうことはとっても大事なことですよね。島田先生、微力ながらあの大学で教壇立たせてもらって今年7年目卒業生が出てくると嬉しいですね。そうですね、なんかいろんな業界で私もね、あのちょくちょくお会いする方もいますし。そうですか。ある NPO で活動してらっしゃるあれ一期生、あ、うん、やっぱ一期生が こう道を開くと後ろ続いてきますね、はい、そうですね、まあ、本当にみんなくるくる頭の回転が良くて、あの気配りの上手ないい子たちばっかりがこう世の中にこう出てきますね。そう、沖縄大学も優秀な学生いっぱいいますんで、はい、これからもあの見守ってください、はい、あの今日も実はちょっと見学で来てるんですけど、僕ね、メディアの話していいですか、今の話、うん、これ富田さんともだいぶ関わってきたから、うん、そうか、復帰後、はい、うんさい、だということは復帰何年だ40ね、うん、になるんですけど、私今年56歳、あらららら、あらららら、でしょ島田克也が56になるって想像、うん、であのこのメディアの話をすると思い出すと、僕は30の時からこの分野だったんですね、はい、あの NTT の社内で社内メディアを作っていくと、うん、社内テレビを作るということとか、そういうことを手掛けたということがあって、それからメディアプロデュースということをずっと手掛けてきたんですけども、でその先延長にこの11年目の沖縄羅針盤があるんですよ、はい、その中にはテレビ番組もね、ありましたし、ちょっと古いあのコンテンツをいっぱい覗いてみたらね、
沖縄世紀末っていうのを1997年からやって、はいはい、濃いおじさまたちがたくさんご出演いただいてすいませんでした、すいませんでした、ご迷惑かけました。楽しかったんですけど、 6年間2時間の生放送を毎週金曜日やるっていうのは、ちょっぴり泡盛も飲みながらって感じですね。前半だけ、はい、あの2年目からはダメだって言われましたので、そしたらね、やっぱり、うん、あの総理大臣になった人たちも出てきたし、そうです、ね、大臣になる人もいっぱい出てきたし、はい、その次に沖縄大好きという番組を、うん、一昨年亡くなったんだけども、うんうん、玉木智彦さん、はい、この人は僕のこの分野 の、はい、あの師匠の人に、あの、うん、まあなんかこう個性的なジャーナリストでしたけど ね、この方から沖縄大好きという番組をやったな、うん、それから、うん、沖縄県産業振興公社で沖縄ベンチャースタジオというのをスタートしたんですよ。これは私もちょっとだけ関わらせていただいたんですけど、あの産業振興公社の中から放送をするというちょっと珍しいパターンでしたね。あの、はい、沖縄羅針盤丸、コーラルラウンジは空港からですけども、はい、あれはオフィスからでしたでしょ。オフィスから、経済の現場から、後ろで本当にあの皆さんお仕事されてる前で放送してましたからね。で、あのキャスターは富田恵さんにお願いしたんですけど、はい、半年ですぐいなくなりました。いや、一応 1年弱ですね。ごめんなさい、10ヶ月ぐらい、うん、あの、はい、スタートの時からね、あの、はい、かからせていただいて、あれは経済番組を、はい、あの頃からウェブとの連携をすごく強化して走って、うん、そうですね、タブロイド紙とかまたできてみたりとか、はい、それからね、琉球マルチメディア共和国っていうのをやったんですよ、はい、これはね、稲垣純一さんって あ、はい、あの IT の情報系の専門の KBC 学園の校長先生なさってるけど、はい、あの方とコラボレーションでやるという、あの沖縄に IT のことをこうどう伝えていくかと、これもどう伝えきれるかでしたけども、うん、これやったなと思っていて、で10年前からのROK 沖縄羅針盤につながってきたな。なるほど、あのポッと始まった番組じゃないんですよね、島田さんのいろんな活動の中でこう いろいろとでもずっと一貫して沖縄にこだわってると、沖縄を考えるっていう、あの、まあ、本当根本のテーマは貫いてらっしゃいますよね。 あんまりこう大冗談に構えてはないつもりですけども、うん、あの振り返ってみると沖縄をどうするというのがテーマにあって、出演者もそういうことに関心がある方がみんな出てきて、伝えてもらうと、であのみんなでその話を聞くという状況に、うん、メディアとしての媒介の役割を、まあ、今言ってきた番組は担ってきたのかなと思ってす、ね、まあ、沖縄ともう一つは IT ですよね。もともとはやっぱり沖縄羅針盤はこの10年ですけども、うん、さっきの話ですと、さっきの番組でスタートからいくと25年経ってるんで、うん、これものすごい変遷でですよね。最初の頃 IT って何かっていう、いや言葉ないまだない IT 的何かみたいな感じでしたよね。いやそれは IT という言葉がなかったんです、うん、あの何があったかな、なんて言ってました、マルチメディアという言葉を使ってましたね。そう、あの、そう、ある総理大臣がIT のことをイットって言ってしまって、これが困ったなというふうなことでIT という言葉が広がったなっていう、イットって言っちゃったんですか。そうなんですよ、それもね、あの国際会議の場で、なるほど、森さんという総理大臣でしたけどね、名前出しちゃいけないんですけど、それで IT でやっぱそこだけあの道具である IT が大きく変化してくる中で、このメディアの役割も、うん、そうですね、変わってきましたね。 IT とその、まあ、メディアの関係みたいなことが随分この10年で、まあ、ひっくり返りそうなぐらい20年前議論してたのはね、はい、その情報と放送と通信というのは別なんだと、みんな別だと思ってたんですよ、うん、それが融合するんだとずっと言ってたんだけども、ね、本当にそうな、それをマルチメディアという言い方をしてたんですけどね、うん、そのデジタル化していくと文字情報とか声の情報だとか映像動画とか、これ全部一緒になって動くんだって言って、これがインターネットになったわけですよね。そうするとやっぱり変わってきた伝え、人に伝え方、うん、ね、こう距離みたいなことがほとんどこう、あの、まあね、あの昔はこれが範囲だったっていうことがもうほとんど関係なくなっちゃうっていうことになり、
誰でも発信ができるような時代になり、そして嘘も本当も一緒くたになりとかっていう中で、じゃあ私たち普段の生活の中でどうやって関わっていくんだろうっていうことがすごくこうみんなもこう揺らいでいるような今そんな時代じゃないかなと思ったりしてるんですけど、あまりのこう急激な変化に、うん、そういう意味ではね、その20年前だとね、メディアの人と、メディアはその報道に携わってそこでこう忖度されたものが放送されていくということだったけども、うん、今はそれが融合して誰でもが放送になってしまう。そうですよね。ちょっと今混乱の時期ですよね、うん、何が真実の情報なのかというのが、はい、メディア上でも、うん、そう、そんな中で私たちは11年目を迎えました、はい、なんかあっという間に時間が経ってしまいまして、そろそろ島田さんの飛行機の時間が、そうですか、今日も飛行機に乗らなくてはいけないので、11年目の抱負を一言お願いいたします。また沖縄はこう方向をこう舵を切るような時期、見定めていかなきゃいけない、これいつもかもしれないけども、定期的にやってくる時期に差し掛かってきていると思うので、このコーラルラウンジにも沖縄の先を指し示めるコメントを出してもらうゲスト多くに来ていただきましょうね。はい、ということで11年目のコーラルラウンジもよろしくお願いいたします。出たまりました。今週のコーラルラウンジは私富田恵とラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんとのおしゃべりでした。島田さん、ありがとうございました。行ってきます。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。今日はね、ちょっと難しい法律のお話なんですけど、沖縄に関係があるところなのでちょっとお知らせしたいなと思います。超党派の議員連盟がですね、6日今国会に提出する文化芸術振興基本法の改正案をまとめたんですけれども、これがどうして沖縄に関係あるかと言いますと、現行法ではですね、国が技能継承を支援する伝統芸能としてお能、それから歌舞伎などがあるんですけれども、この改正案の中で沖縄の組踊りを追加しましょうという動きがありまして、お能や歌舞伎などと並んで、国が、組踊りの技能継承を支援していこうじゃないかという動きがあります。これこの法律はですね、2001年に議員立法で制定したものなんですけれども、今回、法の改正案が出されまして、法律の名前が文化芸術基本法とします。でもう一つ、国に文化芸術活動を後押しするための、基本計画の作成を義務付けることと、都道府県や市町村に国の計画を参考にして地方計画を作成する努力義務を課すということなんです。これだから、ただ法律を作るだけじゃなくて、実際にそうした大切な伝統文化の技能継承をきちんと法律で作って、そして支援していこうという枠組みをみんなで作ろうということになってるんですけど、この伝統芸能だけではなくて、生活文化の振興ではこれまで茶道とか書道があったんですけれども、そこに世界的な関心が高まっている和食など食文化も明記するということで、沖縄の組踊り関係者、伝統芸能関係者にとってはとても素晴らしいことだなと思っておりますので、この後の動きをちょっと注目していきたいなというふうに思っています。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。沖縄羅針盤はインターネットを利用したポッドキャストでも配信中です。もう一回放送が聞きたいとか、この回を聞き逃してしまったという方、ラジオ沖縄もしくは沖縄羅針盤と検索してホームページからアクセスしてポッドキャストでお楽しみください。それから私富田恵やコーラルラウンジ常連客の島田さんのブログやフェイスブックでも様々な情報を発信しておりますので、ぜひこちらもチェックしてみてください。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。